はい、アキゲームズです。隠す世界に埋め込まれない身の発生方法と進め方を解説したいと思います。地下エリアを解放できますので、ケネバベリーの取れる数が増えたり、エンジンの瞳を取れるようになります。今はこの辺りの洞窟の入り口に立っていますが、洞窟の中に入ろうとするとムービーが入って先に進むことができないといった状態です。通行証がないと入れないと教えてくれますが、かがり気味の民の集落で通行証をなくした人がいるとも教えてくれます。マップを開いて左下にあるかがり気味の民のワープポイントにワープをしていきます。到着したら左後ろを見るとワープポイントの右側にキラキラがありますので、近づいて調べていきます。拾うを選ぶと緑の模様があしらわれた紙を入手することができます。今のが通行証ですので、流章の締め役の下にあるワープポイントにワープをしていきます。ワープポイントに到着したら左後ろを向いて東方向に向かって進んでいきます。そうするとミニマップ上に世界任務のびっくりマークが出ていますので、そのあたりまで進んでいきます。足場がなくなったら飛び降りて下の方に降りていきます。下まで降りると最初に立っていたところに到着します。着地したら洞窟の中に入るとびっくりマークがついた人がいますので、近づいていきます。ムービーが入ってこなれない身の任務が発生します。任務画面を開くと出ていますので、目標追跡をしてやっていきます。マーカーは下に出ていますので、自分も下に降りていきます。目的は洞窟に入って姿を消したキザコを探すとなっています。下の方まで来ると隠しワープポイントがありますので、解放しに行きます。ケネパベリーを取りたい方はワープポイントの解放まで進めれば大丈夫です。ワープポイントを解放したらマーカーの方に向かって進んでから飛んでいきます。しばらく飛んでいくとマーカーの少し奥に人が倒れていますので、近づいていきます。近づくとムービーが入ってマーカーが別の場所に移動していきますので、そちらに向かって進んでいきます。目的はフレームグレネードの木の根元を探索すると変わっています。マーカーに近づくとマーカーが大きな円になって、このエリアで目標を探索となりますので、奥の方に進んでいきます。ユムカリュウがいますので、ここから先はユムカリュウに憑依しながら進んでいきます。憑依したら元素スキルで2回連続ジャンプができますので、それを使って前に進んでいきます。しばらく進むとムービーが入って固まった溶岩を砕くと目的が変わります。北東方向にフレームグレネードがありますので、飛び移って元素スキルを当てて口に加えます。次は元素スキルの長押しを使って壁が赤くなっているところを狙ってから離すと壁を壊すことができます。壁が壊れて動けるようになったら奥の方に向かって進んでいきます。ユムカリュウは水の中に入ると溺れて死にますのでご注意ください。広い空間出たら手前の足場に降りると反応する場所がありますので、元素スキルを当てて柱を出していきます。そうすると近くに足場が出てきますので、その上に乗っていきます。元素スキルで空を飛ぼうとしたのですが、柱に当たってしまったので普通にジャンプして床の上に乗っています。床を進んで反対の地面の上に降りていきます。右側に反応する場所がありますので、元素スキルを当てて柱を引き出します。そうすると床が出てきますので、床に飛び移って進んでいきます。反応する場所がありますので、元素スキルを当てて床を出して進んでいきます。普通の宝箱が出ますので、忘れずに取っておいてください。宝箱を回収したら南西方向に床が続いていますので、そちらに向かっていきます。足場がなくなったら元素スキルを2回使って飛び移ればいいのですが、なぜか引っかかってしまい、ユムカリュウが溺れています。ユムカリュウは死にますが、キャラは泳げますので、そのまま進んでいきます。ユムカリュウが溺れるとアチーメントがあるようです。封印された宝箱に近づくと遺跡守衛が動き出しますので戦います。倒したところまでカットします。倒すと封印が解除されますので取りに行きます。回収したら格子の左側に階段がありますので、そこを登って進んでいきます。階段を登ったところに装置がありますので、近づいて起動していきます。そうすると先ほどの格子が開いて宝箱が出て、今度は自分のところの格子が閉まります。
ムービーが終わって動けるようになったら左を見るとオレンジ色がついている壁がありますので攻撃をして壊していきます。耐久値が0になると壊れますので外に出て左の宝箱マークの方に向かっていきます。宝箱マークのところに貴重な宝箱が出ていますので取りに行きます。回収したら壁際の小さな緑に近づいて粘素を注入します。そうすると夢火竜が捕まることのできる緑のマークが空中に出てきます。動けるようになったら夢火竜の能力を使いたいので近くにある緑のマークに憑依をしていきます。憑依したら空中に浮いている緑のマークに向かって元素スキルを使いながら移動していきます。エンジンの瞳も取ることができます。緑のマークがなくなるところまで空中移動をしていきます。階段のところまで来たら上まで登ってから右に曲がって進んでいきます。スライムがいる方に向かっていくと目的が固まった溶岩を砕くと変わります。スライムのいるあたりまで来たら右にある木を登っていくとフレームグレネードがありますので元素スキルで掴みます。元素スキル長押しを使って赤いところに当てていきます。そうすると壁の別の場所が赤くなりますのでそこを狙ってフレームグレネードを飛ばしていきます。ムービーが入って動けるようになったら奥の方に向かって進んでいきます。今回はできるだけ夢火竜のまま移動していますが面倒だったらキャラに戻って移動していくのもいいと思います。マーカーに近づくと空中に緑のマークが出ますので空を飛びながら進んでいきます。しばらく進んでいくと下の方にマーカーが出ますのでそのあたりまで降りていきます。マーカーに近づくとマーカーは下の方に移動しますので自分も下に降りていきます。夢火竜で進む場合は歩くと遅いのでできるだけ空を飛ぶと速く行くことができます。マーカーに近づくとムービーが入ります。ムービーが終わって動けるようになったらこのあたりで話が進むまで捜索することになります。マグマの右側を通って奥の方に進んでいきます。目的は液体粘素を上昇させる方法を考えると変わっています。障害物がありますが空を飛びながら飛び越えていきます。夢火竜は2回元素スキルでジャンプするとクールタイムが入りますのでクールタイムが終わってから元素スキルを使って移動していきます。敵がいるあたりまで来たら奥の方に通路が続いていますのでそこを通って進んでいきます。しばらく道なりに進んでいきます。広い空間出たら坂を登って進んでいきます。マグマの川のあたりまで来ると空中に緑のマークがいくつか出ますので空中を移動しながら奥に進んでいきます。しばらく空中を移動しながら進んでいきます。固まった大きな溶岩を砕くと目的が変わったら近くにあるフレームグレネードをつかみます。元素スキル長押しを使って奥にある壁の赤い部分を狙って飛ばします。壁が壊れるとムービーが入って上がってくる溶岩から逃げることになります。本来なら左下に出しているように緑のマークが反応する位置で動けるようになるはずですが変な向きでしたので探しているうちに間に合わなくなって溺れています。しっかり逃げた場合でも溺れて死んだ場合でも任務は完了することができます。マグマにやられて死ぬアチーメントも達成しています。逃げられなかった場合でもやっとのことで逃げられたと表示されムービーが入ってアチーブメントを達成し任務完了となります。以上となります。この動画が良かったらチャンネル登録・高評価をお願いします。